السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. جتني سبت وشوسا وألا نمنا. نحمده وري وكاري وشوسا شي ونستعينه متى كاري ني ميتشبيكي وكوي ونستغفره متى كاري ني يرشي وكوي ماس. 今週は先週に続き、アッラーが光を使って信仰を例えるクラーンの説を解説していきます。栄光なるアッラーはクラーンで次のように仰せられています。彼ら、偽信者の状態は火を灯して、それが自分の周りを照らしたかと思いきや、アッラーがその明かりを消し去られ、闇の中に何も見えないまま放置されたもののようである。彼らは真理において、つんぼで、推しで、盲人であり、名門から信仰へと戻ることはない。先週の言葉で解説した説は、アッラーは信仰する者の心の中には光の上に光が重なり、壁画の中に輝くガラスのランプのようだと明らかにしました。今回紹介する説では、アッラーは偽信者の心の中を同じく光で表しています。彼ら偽信者の心の中は信仰を証言することによって一度は周りから照らされます。しかし偽信者のようにその証言が嘘のものであったり、証言した後に心の中で信仰に戻ったような人は、アッラーがその明かりを消し去られ、闇の中に何も見えないまま放置されたような状態になります。ここでアッラーが仰せられる闇とは2つの解釈があります。1つ目では、現世で闇に陥り、正しい道を見分けることもできず、導かれることもなくなってしまうことを意味します。二つ目の解釈では、この闇は来世の闇を意味します。偽信者は表面上信仰者たちから信仰という火を借り、現世において利益を得ます。しかし死んでしまえば、その明かりを利用することも不可能となり、墓の中の闇、不信仰の闇、偽の信仰の闇、さまざまな闇に包まれ、最後には地獄の闇へと放り込まれてしまいます。そしてその次の説では、そのような心を持っている者は真理においてつんぼ、つまり耳が聞こえないものであり、導きの言葉が全く頭にも心にも影響しないと仰せられているのです。そして推し、つまり口が聞けないものであり、彼らを救うような言葉を口にすることもできないのです。そして盲人であり、真理と偽りを見分けることもできず、闇の中をさまようものなのです。アッラーはここで仰せられる盲目について、他の説でより深く明らかにされます。本当に破滅的な盲目とは、目が盲目になることではなく、胸の内にある心が盲目になることなのである。私たちに与えてくださった2つの目が見えなくなることよりも、はるかに破滅的なのが心が見えなくなることだと教えてくれます。そして心が周りを見て、真実と偽りを正しく見分けて、正しい道を歩むためには、心の中の光である信仰が必要です。その信仰があれば光り輝く心となりますが、その信仰が偽物であれば、アッラーはその明かりを消し去られ、何も聞こえず言えず見えないものとして、この世と来世で放置されてしまいます。アッラーよ、私たちに正直で清らかな信仰を与えてください。あなたと真実を求める以外の追求や疑問から私たちの心を清めてください。そして私たちを許して、この世でも来世でもあなたの無限の慈悲で私たちを救ってください。アミン。